信がなくていつ辞めようかと。キャッチからの商談移行率が 22% 上がりまして、自然にお客様と自然な感じで話が続くようになりまして、お客様との会話が楽しくなりました。どうも大谷です。本日は安上さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではですね、早速質問に参りましょう。実際にコンサルで変化した項目とは。はい、まずアポ取得率と受注件数ですね。はい、ありがとうございます。では具体的に数字ベースでどのように変化したか教えてもらえますか。まず、キャッチからの商談移行率が前年の同期比と比べまして 22% 上がりまして、実際が 8.9% だったのが 31.1%、 また商談時、制約率が同じく前年同月比 23.5% 上がりました。 10.4% から 33.9% と上がっております。じゃあそれぞれが3倍から4倍上がったっていうイメージですかね。そうです。では安上さん、早速自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。名前が安上義秀と言います。格安妻子のショップスタッフをやっておりまして、顧客勧誘と契約業務などを行っております。実はですね、僕今までのクライアントに携帯を販売してるクライアントって一人もいなかったんですね。実際に自分が売るとどうなんだろうとかって思っていたんですけれども、やっぱりその携帯販売って結構難しいですか。そうですね、最初にこの仕事を始めた時は本当に一件も取れない日々が続きまして、だいぶ悩んだ時期がありまして、本当に難しかったと思ってます。今でも大谷さんのコンサルを受ける前までは自信がなくていつ辞めようかと思うぐらいでしたそもそもゲームセンター出身ですもんね。そうですね、ゲームセンターのスタッフで長年従事してまして、意を決して携帯業界、携帯販売に入ったのが5年前です。そうですよね、ゲームセンターから急に、はい、じゃあ物売ってって言われても何も分かんない状態ですもんね。そうですね、接客には自信があったつもりだったんですけれども、お客様と契約を結ぶっていうことがまだ全然分かってなかったんだと思います、うん、ちなみに大谷のことは何で知りました。 YouTube で大谷さんのことは初めて見たんですけれども、営業っていうのに悩んで少しでもヒントが欲しくて、 YouTube でいろんな方の営業プロセスとかの動画を拝見している中で、一番大谷さんの動画が分かりやすくて、心理学を取り入れててすごく面白かったので興味を持ちました。ありがとうございます。ちなみに安上さんはコンサルの受講前に一体どんな課題っていうのを抱えてらっしゃいましたか。まずお客様に声をおかけするっていうことが難しく感じてまして、どう声をかけようかとか、嫌われないかとか、キャッチ力がないなっていうのがありまして、また実際にキャッチ抵抗をしました、お客様お座りいただきましたっていうところからお話しして、その日に即決力がなくて決まらないっていうのがすごく悩みとしてありました。なるほど。ちなみに僕は一発目のコンサルの時に、安上さんには実はコミュニケーション能力もちょっとないんじゃないかなっていうふうに感じてはいたんですけれども、その点についてはどう思いますか。はい、そこは自覚してました。お客様とお話が続かなかったりとか、お客様の表情がこわばってるのを見て必死に説明しようとして続かなくなるっていうのは自覚してます。ありがとうございます。では実際にさらに深掘りしてお話聞きたいんですけれども、じゃあ具体的にコンサル時に何をしたことによって、先ほど冒頭でおっしゃられていた成果を上げることができたと思いますか。大谷さんから無限ループ作法やプレップ法のキットを教えていただいたことで、また大谷さんとマンツーマンでキャッチトークのスクリプトを考案していただいて、それを既に実践していった結果だと思ってます。ありがとうございます。じゃあ大きく分けると2つですかね。1つはコミュニケーションの基礎ということで、はい、コミュニケーションのフレームワークであるプレップ法、まあ、これ説得力を高めるフレームワークなんですけど、はい、であとは私が開発したコミュニケーションがずっと続くってい こう無限ループ話法、ここをしっかりと習得したっていうことがまず1点ですかね。2点目っていうのは、キャッチをするための営業トークスクリプトっていうのをがっつり作り込んだと、ここが大きな要因だっていうふうに考えますかね。はい、もうとても大きい要因だと思ってます、うん、実際にトークスクリプト僕が作成したわけなんですけれども、実際にそれを読んでこうね実践してみてどうでした。
最初は心の中でメモを読んでるなっていう感じがしたんですけれども、何度も何度もスクリプトを利用してキャッチしてってお話ししてってしていくごとに自然となっていって、実際にそのスクリプトでお客様との会話が始まるっていうのがちょっと楽しくなってきて、そこからはかなり着座いただけるようになってきております。ありがとうございます。実際にトークの中に心理学ってこういくつか登場してたと思うんですよね。僕心理学の専門家って言ってるのでね、はい、心理学についてはどうでした？こう面白かったとか、それこそ日常生活で使ってるよとか。この無限ループ話法を使っての会話っていうのは、仕事以外にもプライベートでも相手の方をどん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 引き込もう、自分と一緒に会話して楽しもうみたいな感覚で話がすることができ始めています。まだまだこれからだと思うんですけど、はいはい、無限ループ話法自体が、まあ、自己開示質問バックトラッキングっていうのはこうフレームワークで、まあ、そもそもこの中にすでにもう2個心理学が入ってるっていうね、自己開示とバックトラッキングっていう、まあ、そういったコミュニケーションの基礎っていうのがこう積み上がったからこそ、まあ、営業も同時に上手くなっていったっていうことですかね。はい、もうその通りだと思ってます。じゃあ今から質問することはぶっちゃけベースで大丈夫なんですけれども、実際コンサルを受講してみて、はい、大谷って結果どういう人間でした？YouTube の動画で見てるまんまの話し方で接していただいて、ちゃんと直入に言いますと、自分に自然と自信をくれる方だと思ってます。コンサルを受講する前はお客様のキャッチが成功したとしても、その後どう話そうとか、そもそもキャッチで足止めてくれないっていう波があったんですけれども、大谷さんから直接教えていただいての実践、また次のコンサル時に実践した内容をフィードバックしていただいて、また実践と繰り返すことで、自然にお客様と自然な感じで話が続くようになりまして、お客様との会話が楽しくなりました。ありがとうございます。それは嬉しいですね、はい、日常生活とかでもどうですか？なんか会話が楽しめるようになったとかってあります？実際やっぱりプライベートとか仕事上の付き合いの人とかも話しかけやすくなったというか、もともとあまり話さない人間だったんですけれども、はい、どう話して知ってもらおう、知りたいっていう欲求に駆られて話ができるようになってきたかなと思ってます。ありがとうございます。では最後の質問なんですけれども、私のコンサルティングっていうのをどういった方々にご紹介したいと思いますか？実際にスマホやインターネットの影響で成績が伸ばせないって悩んでる方全員に紹介したいと思ってます。ありがとうございます。はい、以上でね、安上さんとの楽しい時間は終わりを迎えたわけなんですけれども、迷える営業マンたちはですね、ぜひ私にですね、概要欄の方から LINE 登録していただいて、メッセージの方などいただければなと思います。本日は安上さん、貴重なお時間いただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ではまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。